2015年愛知県議会議員選挙は2015年4月12日に執行された愛知県議会の議員を改選するための一般選挙。第18回統一地方選挙の一つとして実施された。県議会議員の任期4年が満了したことに伴って行われた。この選挙から以下のように選挙区と定数が変わった。全体を合わせて定数は一つ減り、102となった。 55選挙区102議席に対し156人が立候補した。そのうち20選挙区で30人が無投票当選となった。投票率は38.50%で2011年の前回戦を3.51ポイント下回り、3回連続で過去最低を記録した。労働組合系の組織票が固く、向上的に投票率が高いと田市選挙区が、 無投票になったことが原因の一つとして挙げられる。地域政党の体調が目立つ選挙であった。前回戦で24人擁立した日本一愛知の会は立候補者が一人もいなかった。減税日本は4人立候補するも全員落選した。これにより、両者の統一会派、減税日本一愛知は消滅した。日本共産党は2人が当選し、 三期十二年ぶりに議席の空席を埋めた。維新の党は、岡崎市及び、ぬかた軍選挙区でに議席を確保。しかし地元愛知十二区の衆議院議員、重徳和彦が2015年10月22日に離党し、11月18日に政治団体、総合の会を設立すると、当選した、その山野総と鈴木正とも、同日付で、会派。 維新の党愛知県議員団を解消し無所属となった。無所属で当選した6人のうち、稲本和人、神戸健太郎、今井隆信、高久和都直の4人は当選後自民党の会派に入会した。筒井隆也は自民党から出馬したが、当選後離党し一人会派、県政自民クラブを作った。ありがとうございます。